釜釜は熱を材料、食品に加えるための器具。中国では新石器時代には持ち運び可能なコンロに釜を乗せた形態の釜別墜が見られた。昭和朝から戦国時代にかけては金井荒れが多用されて一旦衰えた。釜が再び使用されるようになるのは春秋時代晩期になってからである。釜と別ッ一般には 炊飯や湯沸かし用の金属製の道具を刺すことが多く、主に鋳造されたものが多い。ヘッツイにかけるための唾があり、それを羽に例えて、羽釜と呼ぶ。蓋は木製である。釜はまた、茶の湯では茶を入れるための湯を沸かす道具として用いる。仙家住職にも、釜し大西西門の名が上がる。西日本では、古墳時代以降の遺跡からヘッつい形瓦家が、 出土しているが、これらは、中国の釜別墜と類似点が見られる。古来、釜は神聖死され、区形、湯立て、なる釜神事等の釜を使った呪術がある。地獄極楽図屏部の仏教説は画に、釜茹でにされる人の描写があり、13、14世紀には、人も入れる巨大釜が、地獄の刑罰器と認識されていたことはわかる。後世では、 16世紀に石川五右衛門の釜茹での刑が知られているが、これも京都で処刑されている共通点がある。同音の釜という語には以下のものがあり、同一語源である。このうち、ヘッつい、漢は東洋漢字外の文字であるため、釜と代用表記されることがある。また、韓国語でも釜という、ありがとうございます。